デビュー初仕事？うん、あのナイス成果のポスター以来、キラリちゃんをぜひにって仕事のお願いが殺到してるって話はしたよね。な？これはね、その中でも絞りに絞った企画ばかり。CM に連ドラ、人気バラエティ。どれもいい話ばかりで、決めるのに迷ってしまってね。 CM はハワイで撮影。夏でも快適だなだ。レンドラだって夢があるし。行かないで。なあ、バラエティに出れば一躍お茶の間の人気者だし。こりゃまた失礼いたしました。な、迷ってしまうんだよ。まあそんなわけで、ここは会長に決めてもらうことにしたよ。え？会長？会長、お出ましを。ははー！さ、会長、いつものチュルの一声を。猫の本能が。これだ。これがきっと会長一番のおすすめに違いない。あのでも今のってどっちかっていうと、っていうかだいぶ偶然じゃ。いや、ここぞという時の会長は侮れないぞ。シップスをデビューさせる時も初仕事を決めたのは会長でしたよね。え、シップスも？そしてもちろん仕事は大成功。超人気アイドルグループに成長したってわけだ。冗談じゃないわ。キラリなんかを成功させてたまるもんですか。にゅさあさあさあ、この仕事でキラリちゃんも成功間違いなし。はい、アイドルになって初めてのお仕事だよ。楽しみだな。なあ、キラリちゃん、初仕事決まったんだね。応援してるよ、頑張ってね。せいじくん、ありがとう。せいぜい迷惑かけないようにしろよ。うん、わかってるってば。村西社長が断ったしょっぽい仕事と取り替えてやったわ。わー、いいお天気。初めての仕事なんだろうな。これは遊びじゃなくて仕事なのよ。ぼんやり景色なんか眺めてないで地図を見てちょうだい。もうじき集合場所に指定された大和宮に到着のはずよ。はーい、大和宮、大和宮。あ、やだなあ、ナーサ、いくらなんでも集合場所があんなボロい建物のはずだった。ずいぶん古い旅館だね。他
他の出演者はどこなのかしら。あんたら東京から来た人たちかね。はい、こちらでうちの事務所のタレントがお世話になる予定なんですけど。月島キラリです。よろしくお願いします。オラがこのホテルのオーナーの大和美と。めんこいこだべひらりちゃん。ほんならこっちこっち。これがホテルなあ。ひらりでなくキラリです。それでここでの仕事って一体。連ドラですか、それともバラエティ。はあ、何言ってるべ。こっちサクールだ。オラがお願いした仕事はこれだべさ。キラリちゃんには司会者のアシスタントをやってもらうべ。キラリです。バラエティの演芸大会の司会のアシスタントなんてすっごい。いつ放送になるんだろう。みんな見てくれるといいな。なに。ああ、ちょうどよかった。これが司会者の。ああ、あたし知ってる。あなたも爆笑、私も爆笑、みんなで大爆笑のトミー爆笑さんだ。私月島キラリって言います。これがデビュー初仕事なんです。よろしくお願いします。へ、初めてのお仕事がトミー爆笑さんと一緒なんて嬉しいな。すっごくファンだったんです。でも最近あんまりテレビに出なくなっちゃって、どうしたんだろうって思ってたんですよ。落ちぶれた芸人が司会で悪かったな。そんな奴が司会する田舎の旅館の演芸大会がテレビで放送されるわけないだろ。え、出演者も三流のお笑い芸人や落語家ばかりだぜ。僕たち A&B です。たい漫才やるべさ。はい。見られとうだよ。あのね、茨城の佐藤さんって知ってる？その人に評判の。あ、本当は佐藤さんの前でマジック一度も成功したことないのよね。福くて忍者でございます。お笑いを演じて。ネタ忘れちゃった。緊張すると忘れちゃうんだよね。寒い。ここまで寒いとある意味すごいわ。まあ、せいぜい初仕事頑張るんだな、アイドルさんよ。なんだか想像してたのと違いすぎるよ。なあ。演芸大会の司会アシスタント？おかしいな。そんなはずは。なんだこりゃ。何か手違いがあったようですね。わかりました。この件私に任せてください。でどうする。え、どうするって。引き受けてもよし、断ってもいいわ。あなた次第よ。私このお仕事やります。だってテレビの前のお客さんもステージの前のお客さんも一緒なんですから。一度決めた以上、何があってもやり抜く覚悟はできてるの？はい！私、お仕事頑張ります！大丈夫！励ましてくれるの？ナーさん！と値を上げてるに違いないと思って来てみたら、案外しぶといわね。いいわ、こうなったら。あの子ったら性格悪くて、エリナのこといじめてばかりなの。仕返ししてくれたら、エリナのレギュラー番組に爆笑さんが一緒に出られるように、テレビ局のプロデューサーに頼んじゃん。わかった、任しとけって。俺
ああいうタイプ虫が好かないんだよね。キラリが最初の仕事で大失敗すれば、きっとみんなエリナの方がアイドルとして優れてるって気がつくに決まってるわ。皆さんのトミー爆笑でございます。はじめまして、月島キラ。今日もいいお天気、まさしく大荒れ日和。ほんといいお天気。それでは爽やかにいってみよう。お笑い演芸大会の始まり。最初の登場は漫才コンビ A&B だ。その調子でキラリの邪魔しまくるのよ。僕たち A&B です。たいこれから漫才するべさ。やっぱりこりゃ。出演者も最低なら客も最低だぜ。トミー爆笑さん、どうして邪魔ばかりするんですか。悪い悪い、いるのちっとも気づかなかったよ。あんたアイドルのオーラが全然ないんだもん。あんたみたいなのを売り出すなんて村西事務所もおしまいだね。あのシップスだって顔がいいから売れただけで才能なんかねえしよ。そんなシップスは才能なくない。いけない。みんなの視線が私に。どうしよう。邪魔見ろ。これでキラリも大失敗決定ね。シップスのポスター？キラリちゃん、初仕事決まったんだね。応援してるから頑張ってね。そうだよ、セイジ君に約束したんだ。私頑張るって。怖かよ。僕たち A&B 対僕が A ばい。オラが B だけど。じゃあ私が C で、母さんが D だね。猫も漫才するとですか。するんです。受けとコンビ作で初めて受けだ。その調子頑張って。カルタって知っとうとね。犬も歩けば棒に当たる。ブー、くたびれるたい。笑い声、そんなバカな。あら、面白そうね。ちょっと見てこうよ。お次はマジシャン、グレート松本さんです。シルクハットのマジックショーです。初めてマジックが成功したのね。もう大丈夫、自信持ってやってくださいな。なんてこった、こんなに受けて。これをあのデビューしたてのアイドルが一人で。お次は福福亭一茶さんです。お笑い音頭ダメだ、緊張してネタを忘れちまった。落語の前に皆さん余興をご覧ください。何を。変わってる。こんな大勢の人が笑ってる。リラックスリラックス、落語でもっともっとみんなを笑わしてね。皆さん、回るといえば回転寿司、寿司って言えばそういうことよ。これ早くキラリの邪魔してよ。爆笑さん、ありがとうキラリちゃん。キラリちゃんのおかげだべ。
これなら茨城の佐藤さんも喜ぶわ。キラリちゃん、自分の芸に自信が持てたよ。まだまだ、これからもう一笑いですよ。カルタで猫にって言えば。小判ブブー、また旅です。俺たちのネタ。爆笑カルタでドーン。あのね、カード取ってくれる？一緒に回しましょう。そうだな、このままにするわけにはいかないよな。そうそう、それでいいのよ。その調子です。皆さん、ご一緒に。トミーさん、よくもやってくれたな。俺なしでこんなに観客を沸かせやがって。しかも客席に乱入するとは。これじゃあ俺は俺はもっと笑わせなきゃ。俺の先輩芸人としてのメンツが立たなくなったじゃないか。はい。俺、思い出したよ。一生懸命お客を笑わそうとしているみんなを見ていて、俺にもそんな頃があったことを。私が小さかった頃、爆笑さんの話がすっごく面白くて、テレビの前で大爆笑してました。だがな、売れっ子になるとその気持ちを忘れ、いつしか傲慢になっていた。俺、自分が恥ずかしいよ。みんなこんなに頑張ってお客さんを笑わそうとしてるのに、俺、キラリちゃんのおかげで生まれ変わったよ。もっともっとみんなを笑わせてやるぜ。あなたも爆笑、私も爆笑、みんなで大爆笑。いこう。裏切り者、こうなったらもうめちゃくちゃにしてやる。それじゃあ最後は真打ち、トミー爆笑さんの登場です。よっ、待ってました。イエーイ。な、何？やっぱり今までのバチが当たったんだ。せっかく生まれ変わった気分でみんなを笑わそうと思ったのに。どうしよう。あれってシップスの。キラリちゃん、セイジ君、どうしてここに。この近くでロケしてたんだ。村西社長がすごく心配してたから様子を見に寄ったんだよ。ありがとう、セイジ君。停電くらいでオタオタしてんじゃねえよ。客が待ってるぞ。ピシッと切り抜けてみろって。ちょっとまずい感じだわ。見つかる前に逃げなくちゃ。いやいや、トミーさん、みんなトミーさんの大爆笑待ってますよ。な、僕たちトミー爆笑さんに憧れてお笑い始めたんです。いつも腹抱えて笑ってたのね。俺たちに持ってきたんです。トミーさんなら旅館中大爆笑間違いなしです。みんな、トミーさん、ありがとう。そりゃ行くぞ。あなたも爆笑、私も爆笑、みんなで大爆笑。はあ、楽しかった。今日の初仕事は一応無事に終わったけど、シップスのおかげでどうにか切り抜けたって感じね。こんな調子じゃアイドルとして仕事をこなせるのは何年後になるかしら。でもよく頑張ったね、キライちゃん。セイジ君、まあ逃げ出さずに最後までやり抜いたことは褒めてやってもいいぜ。アイドルのお仕事って大変。でもみんなを笑顔にするお仕事って素敵かも。誰かここから出した。あんた影薄いの。オーラが出てないっちゅうか、ちっとも目立たねえから分かんなかったべ。なんでさ、よくも私をこんな目に。覚えとれ、月島キラリー。